福島県岩き郡の範囲岩き郡は、福島県にあった郡である。旧金遣いでは、いはき郡、いわきの郡、古代には、岩き郡とも書いた。7世紀に岩き表として設置され、701年に郡に移行した。本校では1180年頃まで存在した岩郡、い岩き郡と、1896年から1966年まで存在した岩き郡について述べる。 1896年に行政区画として発足した岩木軍の軍域は岩木市の大部分にあたる岩木軍成立に至るまでの当該地域の変遷については諸説あって定かではないが日立国風土器によればこの地は当初高国に属し岩木標作りは置かれていたが白地4年に岩木標として分立し道の区国に属したとされる 養老二年、道の区国の三分割に伴い成立した岩木国に編入されたが、岩木国は十年足らずで廃止され、再び道の区国に帰属した文献資料に岩木と記されるのは、この頃までで天平神後二年に道の区国が岩木、宮城の二軍の貧民に犬を給付した記録から岩木の表記になった十世紀前半に表された和名類受賞では、川の津、 丸部、上白、荒川、私、岩木、井野、小高、片寄せ、白田、玉造、奈良派の十二郷が置かれていたとある。自称四年頃、岩木軍、岩崎軍、奈良派軍の三軍に分割され、一旦岩木軍の名は消滅した。以後七百年間、当該地域において、軍割の大幅な変更は行われなかったが、 明治維新による新政府の発足に伴い様相が一変する。明治5年に施行された大区小区制の下で、岩木軍、岩尾前軍、菊田軍の三軍が同一の大区に属し、その後を受けた軍区町村編成法の下でも、明治12年に三軍合同の軍役場が岩前軍平に置かれるなど、地方制度改革が進められていく中で、 かつての岩木軍の規模に相当する大軍が形成される流れが生じた。こうして、明治29年4月1日、菊田、岩前、岩木の三軍の合併により、岩木軍の名が復活した。この時、かつて岩木軍から分立した奈良派軍からも川前村が、新設の岩木軍に編入されている。 1.4つ祖町に、平久保村3、神谷村4、草野村5、大浦村6、大野村7、上小川村8、下小川村11、平町12、小名浜町13、内郷村14、飯野村15、夏井村16、 高久村17、豊間村18、江名村19、鹿島村20、玉川村21、岩崎村22、湯本村23、吉間村24、赤江村25、沢渡村26、三坂村27、栄都村28、美濃村31、泉村32、渡辺村33、鮫川村34、西木村35、山田村36、久保田村37、 川辺村38、加藤の村39、入島の村40、旅と村41、海泊村42、赤十村43、日部村51、川前村自治体の変遷、ありがとうございます。